Ladies and gentlemen, ついにあの堂島の竜がこのリングに帰ってきました。親殺しと言われた10年、その屈辱を乗り越え、この町の危機を救い出した伝説の男、前年度地下闘技場メイン王者カズマ。対するはこのトーナメントで今一番旬な男、勢いに乗るブラジルの超新星ロブソン・カイタロ・ダ・シューバー。さあ、1年という時を経て戻ってきたチャンピオン、戦いの女神はどちらに微笑むのでしょうか。今ゴングです。お好みは？相変わらず日本語分かってねえな。伝説の極道 vs 伝説の元王者、注目の一戦、今ゴングです。
進化した元王者を相手に完全勝利です。さあいよいよ決勝戦、そろそろあの男がやってくるはずです。現地下闘技場チャンピオン、マジマゴロ。半年前このリングに突如現れた島野の強肩は今もなお負けるということを知りません。ドギモを抜く入場パフォーマンス、圧倒的な強さ、彼を倒すことができるのは果たして桐生なのでしょうか。今リングインです。どうや桐生ちゃん、かっこいいやろ。たくあんただけは読めねえな。さあ今度は正々堂々勝負しようやないか。今ゴングです。おっほー、あー、うん、やるな。
がキルチンや。相変わらずごっついな。約束だ。登場会に戻ってくる。まあ、祝いの酒でも飲みながらゆっくり話そうや。おい。おう。いや。あ？うん。お？ああ。お？何？あんた寺田を信用してなかったのか。せや、やつは周りで言うほど立派な極度やなかったわ。どういうことだ。寺田は自分の言うことに従うイエスマンしか周りに置かんかったんや。俺や柏木のおっさんとかの御三衆は真っ先にのけもん扱いにされた。柏木さんも。そうや、若頭代行なんぞ言うとるが実際はお飾りや。ミレニアムタワーにでっかい事務所作っても寺田の命令なしには一切動くことはできんかった。俺はそんな寺田のやり方に嫌気がさして組み割ったんや。まさか寺田がそんな男だったとは。まあ、人の腹ん中までは探れへんちゅうことや。ゲルちゃん、人を信じるのもええけど気ぃつけなあかん。
チッ、またかいな。連中もしつこいな。なんだこの警報は。現場に不審な侵入者が出た時に鳴るようになっとるんだ。最近そういう輩が多くての。一体何なんだそいつらは。うちのカムロ町ヒルズ計画を奪い取ろうとしてる連中へ。ヒルズ計画を奪い取る。親父、大変です。待てやつらです。どうしましょう。そんなん追い払うに決まっとるやろが。また下暴れするで。準備しとけ。は、はい。うちに何度も喧嘩売るとは。敵さんも本気出してきたの。でどうするんだ。この人数相手だ。何か策はあるのか。決まっとるやろ。片っ端からぶん殴るだけじゃ。ぬー西田。は、はい。なら俺も手伝うぜ。キリュウちゃんも。ああ、やった。キリュウさんがいれば100人力ですよ。よかったっすね、親父。いや、あかん。え？これはうちが仕掛けられた喧嘩や。関係ないキリュウちゃんは手出し無用や。で、でも。うるさいわ。とにかく手出し無用って言うたら無用なんじゃ。それとも何か？わしらだけじゃ奴らを倒せんとでも言うか。ああ、いや、そんなつもりじゃ。事情は分かった。だがそれでも俺は手伝わせてもらうぜ。あ？なんでや。兄さんはさっき困ってる俺に手貸す約束してくれたじゃねえか。それなのに俺が兄さんが困ってる時に手貸さねえわけにはいかねえだろ。あんたの男気に応えてんだ。悪いがもう断っても無駄だぜ。俺がそういう男だってことあんたなら十分知ってんだろ。ふん、しゃあな。なら桐生ちゃんには手出さずに手貸してもらおうかな。どういうことだ。桐生ちゃんには現場監督になってもらうわ。現場監督？そう、現場監督や。マジマジャパンの桐生監督や。全然話についていけないんだ。実はの、奴らの目的はわしらを倒すことやない。うちの施設を破壊することなんや。施設を？さあ、うちの施設ぶっ壊してヒルズ計画頓挫させて最終的に奪い取ろうっちゅうんが奴らの狙いなんや。なるほど。なら施設を壊されずに奴らを追い払う必要があるわけか。その通りや。せやけどわしらは防衛戦が苦手でのつい目の前の連中殴るのに夢中になって施設守るのを忘れてまうんや。せやから桐生ちゃんには施設を守りつつ奴らを追い払えるように全体を見て指揮してほしいんや。そういうことか。だがそんな経験ないからな。わしの男気に応えてくれるんやろ。しっかり頼むで。全ては監督責任やからな。わかった。親父、やつら来ますよ。ちょっとや、行くで、キリュウちゃん。おう。真島建設
業務開始や。見ててくださいね、親父。やるぜ。どこを守るか。準備はいいか。お前ら指示に従う。このまま守りきれ。いい調子だ。守りきれ。とりあえず死ねえ。いい調子だ。守りきれ。見ててくださいね、親父。とりあえず死ねえ。よし、俺たちの勝ちだ。よくやった、お前ら。
これで片付いたかな。やるやないか、キリュウ監督。采配やったで。なかなか難しいもんだな。ブラボー。いやー、やっぱいい会社じゃん、真島建設ってさ。お、あんた誰だい。初めて見る顔だな。キリュウだ。お前こそ何者だ。おっと、自己紹介が遅れました。武藤刑事、武藤不動産って会社の代表だ。武藤不動産。まあこの辺ではそこそこ有名な会社でね、真島さんにヒルズ計画を譲ってほしいってお願いしてんだけど、なかなか OK してくんなくってさ。ということはこいつらが。ああ、うちを狙っとる連中や。真島さんも堅物だよね。いくら金積んでも OK してくんねえんだもん。お前らに触れてやるようなカムロ町ヒルズはないわ。ふーん、まあそっちがその気ならこっちは強引にやるだけだけどな。なあ、長野。ああ、俺のパートナーの長野だ。この辺で一番でかいカラーズっていうギャングチームを束ねてる。よろしく頼むぜ、真島さんに。キリュウさんだっけな。建築会社の一つや二つ、うちの下っ端連中だけで処理できると思ったんだが、とんだ勘違いだったな。あんたらなかなかやるじゃねえか。肩着にしとくのはもったいねえぜ。そうだな。あ、もしよかったら知り合いのヤクザ紹介するぜ。転職するか。残念だが間に合ってるんだな。あ、そう。まあいいか。今日はご挨拶もできたし、もう帰るか。ああ、こんな助っ人が出てきたんだ。こっちも何かしら策を打たねえといけねえんじゃねえか。策ね。例の三重師にお願いするか。俺は好きじゃねえけど。三重師。地上げ三重師、聞いたことねえか。そんなん聞いたこともないわ。うん、あんたも建築会社の社長ならそれくらい覚えておいた方がいいぜ。まあすぐに会えるかもしれねえから楽しみにしとけ。もう帰ろうぜ長男、腹減っちまったよ。おう。おい、真島建設。ああ、遊びはこれまで、次はマジで行かせてもらうからな。ふん、上等だ。こっちも本気で行かしてもらうで。三重師だかなんだか知らんが、まとめて相手したるわ。ハハハ、ヒルズ計画は金のなる木、お前らなんかには荷が重すぎんだよ。覚悟しとけ。お前らギタギタにしてやるから、覚悟しとけよこら。すまんの、キリちゃん、面倒なことに巻き込んでしもうて。兄さんには世話になってるんだ。これくらいお安い御用さ。あんな連中にヒルズ計画の邪魔させねえ。帰り討ちにしてやろうぜ。そやな。なんや、久々にキリちゃんと共闘できると思うとキーとばかりワクワクしてきたわ。よっしゃ、このカムロ町ヒルズ予定地に奴らの血の雨降らせたるぜ。キリュウ監督率いる真島ジャパン本格始動や。すみませんね。
三重士の皆さん、今日はお集まりいただいて。おう、お前らが俺たちを誘うなんて珍しいじゃないか。てっきり嫌われてるかと思ってたのによ。嫌ってるなんてそんなわけないじゃないですか。大先輩方尊敬してますよ。そんなことはどうでもいい。早く用件を言え。天竜さん、相変わらずせっかちだな。今日お集まりいただいたのは他でもない、たむろ町ヒルズ計画の奪還にご協力いただきたい。カムロチョヒルズ。おお、いいじゃねえか。カニの匂いがするな。なんだそのなんとかヒルズってのは。そんなに儲かんのか。西公園の跡地にでかい商業ビルを建てるって計画だろ。あれを奪還できたらそれこそ僕じゃ済まねえぞ。おお、いいじゃねえか。その計画ぶんどっちまおう。そうしたいのは山々なんですが、ちょっと問題がありまして。問題？町の M党が俺たちに頼むってことは、相手が一筋縄じゃいかねえ連中ってことだろう。さすが天竜さん、その通りです。ヒルズ計画を受け負っている真島建設、その社長真島五郎、こいつは元東条会の幹部で島野の狂犬と言われる武道派だそうで。へえ、そんなやつが建設会社なんかやってんのか。人生いろいろだな。おい、そしてその真島の側近桐生一馬、こいつはなんと東条会四代目会長、堂島の竜と言われた伝説の極道です。桐生、どうした天竜。いや、なんでもねえ。要はその桐生ってのと真島ってのが手に負えないから俺たちに何とかしてくれってことか。さすが長州さん、その通りです。こいつらをぶっ倒してカムロ町ヒルズ計画を奪い取る。ヒルズは金のなる、報酬はいくらでも出させてもらいます。お願いできませんかね。俺はやるで。金になるなら何でもやる。それが俺のスタンスだからな。それに堂島の竜とかいうやつも気になるしな。一応俺もドラゴンと呼ばれてる男だからよ。おお、ドラゴン対決か。そりゃ楽しみだな。長州さんは最近真剣な案件ばっかでな、歯応えのある相手を探したんだよ。堂島の竜に島野の狂犬、面白そうじゃねえか。革命戦士と呼ばれた俺がそいつらに世の中の厳しさを教えてやるよ。天竜、お前はどうするの。最近地上げはやってねえって聞いたけどよ。お、そうなのか。まあな、だがキリがいるってんなら話は別だ。その話乗らせてもらうぜ。決まりですね。よし、それじゃあ地上げ三重士の皆さん、よろしくお願いします。一番先にヒルズ計画を奪い取ってくれた方に報酬を差し上げますんで。兵隊はうちのギャングチームの連中を好きに使ってくれて構いません。いい結果を期待してます。誰に向かって言ってんだ。俺が失敗するわけねえだろ。早速準備しねえとな。
お前らには悪いが、報酬は俺がいただくぜ。せやがって。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。しばらく寝てろ。
強そうだな。殺すぞ。あれ。時間食っちまった。12時を過ぎたわよ。堂島大吾が1時にあなたのお迎えを待ってるんじゃないの？何のんびりしてんのよ。行かなくていいの？なあ、お前は怖くないのか？何が？隠された自分の過去を調べることだ。どうしてそんなこと聞くの？実はな、俺の両親は東条会に殺されたんだ。え？1年前に知った。両親を手にかけたのは、俺をこの道に導いてくれた風間慎太郎というおやっさんだった。それがさっき言ってたあなたの過去なのね。俺は風間のおやっさんを本当の親と思って育ってきたから許すことができた。だがあんたはどうだ？私だったら、両親を殺した人間を知ったら、それがたとえ誰であっても許すことはできないと思う。正直怖いわ、過去を知るのって。でもいいの、
それが私が選んだ道だから。そうか。なら俺を利用すればいい。俺に張り付いて登場会を探れ。それがあんたの過去を探る近道だったらな。本気なの？あなた登場会の人間だったんじゃないの？そんなこと言ってもいいの？俺は極道だった自分を誇りに思っちゃいない。もしあなたが関係してたら、そん時は迷わず俺に向かって引き金を引けばいい。あんたはその相手を許すつもりはないんだろう。そうね、そうするわ。どこへ行くんだ？仕事よ。仕事？あなたの身辺保護。さあ行くわよ。本当にお久しぶりですね。ああ、あれから1年だ。あの時は伊達さんにはお世話になりました。いや、こっちこそ鞘のことで世話になった。鞘？俺の一人娘だ。鞘ちゃん、お元気ですか？毎日楽しそうに美容院の専門学校に通ってる。そりゃよかった。しかし、初めて会った時はチンピラみたいだったが、店長らしくなったもんだ。いや、まだまだ勉強することがたくさんあります。いらっしゃいませ。おお、久しぶりだな。こちら俺の昔の先輩で警視庁の河原さんだ。あんたが和樹さんか。よろしくな。警視庁？よろしくお願いします。不愛想なおっさん二人で押しかけて悪かったな。いいえ。ところで今日はどんなご用件で？お前だけに話があるんだ。あ、俺つまみを用意してきます。お話とは？今から1時間後の午前1時ここへ捜査陣がガサ入れに来る。え？どうしてうちの店に？ここだけじゃない。めぼしい風俗店、飲み屋、カジノがターゲットだ。何かあったんですか？この前のミレニアムタワーの爆破だ。確かな情報によるとどうやら外国人の組織が欲しいらしい。外国人の組織？あれだけ派手にやられりゃ警視庁のメンツは丸つぶれだ。そこでだ、400人の捜査人を動員して不法滞在の外国人を一網打尽にするって作戦だ。でもこの店には不法滞在の外国人なんて一人もいませんよ。不衛法にいろいろ引っかかったことがあるんだろうが、早いとこ店閉めねえとしばらく営業できなくなるぞ。ええ、まあ。でもどうしてそんな重要な情報を私に？1年前この店には迷惑をかけた。そのお詫びだ。そうだったんですか。いや、伊達さん、河原さん、本当にありがとうございます。
さあこれで奴が組織の人間なら仲間にすぐに知らせに行くはずだ。俺には信じられねえ。奴が海外組織の一員だなんてな。あれだけのことをやらかした組織の一員だ。簡単には見破られやしねえさ。本日の営業はこれで終了となります。誠にありがとうございました。変わった様子もねえようだ。組織の一員だなんてガセネタじゃねえのか。奴はみんな警戒すんだろうが。いつまでもここにいたら不自然だろう。まだ上がらないぜ。奴がどう動くか。何？ほら来た。行くぞ誠。あ、ちょっとどうしたんですか伊達さん。
何？はあ？食っちまった。もうすぐよ。着いたわ。あ？おい。え？はあ？
食っちまった。いらっしゃいませ。うまいな。さあ
行くか。ありがとうございました。Yeah!
伊達さん、キリュウか。あのキリュウ、カズキ。キリュウさん、これはどういうことなんだ。俺にも説明がつかねえ。カズキを追ってきたらこの二人が立っていた。私が本物です。こいつらに監禁され気づいたらここにいたんだ。でたらめを言うな。お前が俺を脅してここに連れてきたんだろうが。どうしてここへ来た。
午前1時にここに来るように呼び出されたんだ。何だと？やはり罠だったか。どうやらそうらしいな。何の真似ですか、河原さん。俺たち3人をここにおびき出したのは偽物の方だ。そいつはスターダストで細かい芸をして俺たちをはめた。俺は違う。黙れ。出顔なめんじゃねえ。なりはそっくりに真似られても声だけはどうにもならねえんだ。店の中で聞いたお前の声が耳の中に残ってんだ。正直に言え、どうして俺たちをここにおびき出した。何を言ってるのかさっぱりわかりませんよ。とぼけんな。お前の裏でこの筋書きを書いたのは誰だ。やめろ。あんたまた俺の前で人を殺すのか。勘違いすんな誠。こいつはお前の知っている和樹じゃない。組織の構成員だ。証拠もないのにどうしてそんなことが言えるんだ。勘だよ。なんだと。あんたは刑事の勘で人を撃つのか。刑事の勘なんて甘ちょろいもんじゃねえんだ。食うか食われるかの修羅場をいくつもくぐり抜けてきた俺には分かるんだ。こいつの体から血生臭い匂いがプンプンすんだ。あんたはどうかしている。来んな。河原さん。和樹。桐生、昨日電話でここにお前を呼び出したのは俺だ。お前が。大吾はどこだ。死んでゆく人間がそんなことを知っても仕方がないだろう。俺たちを殺すためにここへおびき出したんだな。やっと分かったのか。ここであんたたち4人は殺し合って死んだ。これが筋書きのエンディングだ。4人だと？どうして俺たちが殺し合う必要があるんだ。結末さえあれば筋書きはどうにでも作れる。そういうもんさ。今だ。撃て。迷うな。撃つんだ。遺跡神守護だ。銃声がしたから駆けつけたのよ。逃げるぞ。どうして逃げるの。これは正当防衛じゃない。いや、これには裏がありそうだ。身をかわした方が賢明だ。表に出るぞ。あ、
行くぞ、キリュウ。怪我をしてる。頼む。カーロさん。それにお前。すまん。至急治療してほしいんだ。どうしたんだその足。俺よりそっちの方が重傷を負ってる。何をやらかした。銃で撃たれた。この男確か神室町で有名なホストじゃないか。早く処置しなければ危険だ。手術室に運んでくれ。少し時間がかかりそうだ。理由は聞かねえが、もし追われているのならあんたら二人はよそで身を隠してた方がいい。ここにいたら目立つからだ。分かった。
いや、はい。行くぞ、桐生。